今回はコメントに長崎ちゃんぽんは作れますかとあったので、私なりの作り方で紹介します。本格的か簡単なレシピか悩んだのですが、家庭でも本格に近く簡単にできて手軽に手に入る材料で作るレシピを考えてみました。それもあるものを使うだけで簡単に短時間でコクのある濃厚なスープが作れる方法です。もちろん豚骨や鶏ガラも使えませんので、気軽に作ることができますよ。スープの素なども一切なしで作ることができます。それでは作っていきましょう。まずは醤油だれを用意します。醤油 270g にみりん 30g 合わせて、煮干し10、干し椎茸1枚カットした昆布5枚を入れます。これを冷蔵庫に入れ一晩寝かせます。鶏もも肉1枚に塩コショウ、酒と重曹を少量入れ揉み込み、下味をつけます。重曹を入れることで肉が柔らかくなります。その上に青ネギと生姜の皮をのせて10分くらい置いておきます。次に鶏のスープを作ります。鍋に水 800cc を入れ、火をつけて鶏肉とネギ、生姜を入れます。水から茹でることで肉が柔らかく仕上がり、スープも濁りません。鶏ガラではなく鶏もも肉を使うことで無駄なくいただくことができます。お湯が沸いてきたら鶏肉を裏返し弱火にします。白い泡が出てきているのを取り除きます。ここから超弱火にして20分ぐらい火を入れます。20分経ったら鶏肉を取り出し、スープをこします。この鶏肉の使い方は長くなるため、次の動画で紹介します。これで鶏のスープは完成です。鶏肉とスープに分けて置いておきます。次に木綿豆腐1丁 300g を細かく切ります。なるべく小さくカットするといいです。この豆腐を使って豚骨スープみたいにして作ります。木綿豆腐1丁に水 600cc と重曹 6g を用意します。重曹は食品用と書いてあるものを使ってください。鍋に水 600cc を入れ、火にかけます。豆腐1丁を入れます。重曹を 6g 入れます。重曹を入れることで豆腐が溶けて白く濁った濃厚のスープに変身します。沸騰したら弱火にして10分茹でる。火が強いと白い泡になって膨らんでくるので、混ぜてからもう少し弱火にします。5分ぐらいで半分ぐらいの豆腐が溶けてきています。10分経ったら豆腐がだいたい溶けてなくなっています。まだ少し塊があるものはお玉で潰します。
これが豚骨スープみたいになるのは信じられないかもしれませんが、作ってみて食べてみるとわかります。ここで魔法の粉を入れます。だいたい大さじ1入れます。これはゼラチンです。ゼラチンは豚のコラーゲンからできているから、簡単に豚骨スープのようになります。豚骨スープのあの口にまとわりつく感じが表現できます。もちろんコクも旨味もプラスされて、さらに体の細胞を活性化させる働きがあるので、美容や健康にも期待できます。ゼラチンと豆腐が完全に溶けたら豚骨スープの完成です。元が豆腐なので豚骨スープよりもものすごくヘルシーですが、しっかりとコクと濃厚なスープになっています。そうしたら鶏と豚骨風スープを合わせてダブルスープの完成です。次は麺を作ります。お湯1リットルに塩と重曹 1g を入れてスパゲティを茹でます。重曹を入れることでパスタが中華麺のように変化します。パスタは2人前 240g を茹でます。表示時間よりも2分長く茹でることで生麺のようになります。麺を茹でている合間に醤油だれとスープを合わせた味を確認します。醤油だれは寝かせただけの、その後は何も手を加えていません。これで鶏と豚のダブルスープに乾物の出汁が加わります。うまくバランスの取れた味ができました。具材を用意します。もやし、キャベツ、人参、ほうれん草、たけのこ、かまぼこ、コーン、豚肉、にんにく、生姜、みじん切り。豚肉は塩コショウで下味をつけておきます。鍋に大さじ1の油を入れ、豚肉を炒めます。豚肉の赤いところがなくなったら、ニンニク、生姜を入れて炒めます。次に人参、たけのこ、もやし、キャベツを入れて炒めます。野菜の表面に油が回り、大体炒まったら、紹興酒または酒を小さじ1入れます。醤油を大さじ1、鍋肌から入れて香りが出るように炒めます。塩を少量入れ、ほうれん草、かまぼこを入れます。胡椒を振りかけます。味が全体に回るように炒め合わせます。そうしたらさっき合わせたスープを 40cc 入れます。
ここでスープに野菜の旨味を移すようにして軽く煮ます。野菜の旨味がスープに出たら、仕上げに香り付けのごま油を入れて仕上げます。丼に醤油だれ 30g を入れ、温めたスープを 400cc 入れ合わせます。分量は丼の大きさによって異なります。今回は豆腐で作ったのでヘルシーにしていますが、もっと濃厚にしたければここでラードと鶏油を小さじ1入れるとさらに美味しくなります。次に重曹で茹でたパスタを入れていきます。パスタの太さがちょうどちゃんぽんの麺の感じを出してくれます。ちなみに今回は 1.6 ミリのパスタを使いました。次に炒めた具材を乗せます。仕上げに茹でたコーンを乗せて完成です。今回は長崎ちゃんぽんの作り方を紹介しました。重曹を使うことで家庭にあるものでも変化させて簡単に作ることができます。詳しいレシピと重曹を料理に使う方法をブログで紹介してますので、気になる方はそちらをご覧ください。本当に豆腐で作ったスープとは思えない味わいになっています。麺も中華麺の風味とぬるっとした感じがあり美味しいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。